9番栗野かぐやが最後に収まって9頭のデビュー戦スタートしました好ダッシュ5番、名村ビオラが切りました内から1番のベネベレンティこの2頭が飛び出していきます3番手は3頭7番の天童外を通って9番の栗野かぐや内から6番のステイチューンドも上がって その後ろは 3, 4馬身切れました3番のウエストチェリー4番、優位のパチュレック後方は56馬身空いて8番、クリノバルキリー後方から2投目内回りの3コーナーのカーブに入っています1投、遅れ加減2番のレオテミス最後方先頭からおしまいまでは20馬身以上の差になりました。 先頭、変わって1番のベネメレンティー、内から先頭に立っています、2番手、5番のナムラビオラ、600切りました、3、4コーナー中間、34秒6で最初の600を通過、3番手のインコースに6番のステイチューンド、4番手、外を通って9番、栗の加賀谷、7番の天童が差を詰めていく、5番手、4コーナーから直線に向きます、内から先頭に立った1番のベネメレンティー先頭で直線、2番手、5番のナムラビオラ、差を詰めていく、3番手から6番のステイチューンド、その後ろ7番、天童、4番手、200を切って、ここから坂を上る。 1>, 1番のベネベレンティベネベレンティ粘っている、5番のナムラビオラ、2番手、あと 100m 坂を上り切った、3番手、6番のステイチューンド、1番のベネベレンティデビュー勝ち、五輪、2番手、5番のナムラビオラ、3番手、6番のステイチューンドでした。